1982年の阪神タイガースでは、1982年の阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、安藤元監督の1年目のシーズンである。5年ぶりの A クラス入りを果たしたチームは、新監督に OB の安藤元を迎え、ホーム用のユニフォームから襟と袖の黄色を廃止して、伝統の白地に、 黒の縦島スタイルに、また安藤監督の発案で、帽子も縦島に一新するなど、イメージチェンジを図った。開幕前は A クラス候補に上がったものの、対応との開幕戦で、AS の小林修玄がサヨナラ冒頭した影響もあって、波に乗れず、6月初めまでは再開を独走した。6月後半からの11連勝で順位を上げるものの、その直後に8連敗を喫するなど、 好不調の波が激しく B クラス生活が続いた。後半戦は周囲を争っていた広島が急降下したこともあり、8月以降は A クラスに定着。しかし前半戦の出遅れが響いて、巨人と中日のマッチレースに割って入れず、2年連続の3位で終了した。投手陣はエース小林が開幕戦でさよなら冒頭するなど不調だったが、最終的に2桁勝利を挙げた。 それ以外の投手では、工藤和彦や伊藤博光なども一年間ローテを守り、リリーフでは山本和幸が四年ぶりに守護神に復帰し、遺跡二年目の福間治や池内豊も中継ぎで、まずまずの成績を上げた。打撃陣では4番の掛布正幸が三年ぶりに本塁打を奪回し、岡田明信が初の打率3割を記録し、佐野則義などもそれなりの成績を収めた。 8月31日の対対応戦で、島野育岡や守備総類コーチと、柴田武士バッテリーコーチが、岡大佐尾主審と、和下に渡る三類類審を暴行により負傷させ、横浜地方検察庁に略式起訴されるトラブルもあった。本説では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。色付けは規定投球回数以上の選手。 ありがとうございます。